なぜ何度言われても所持するのか、はい、美容器具、機能性食品、あらゆる健康を犯す男の自宅を家宅捜査。今宵も健康警察は健康の闇に迫っていく。実録、健康警察。どうも、健康警察です。どうも、今日も取り締まっていきましょう。うん、俺のな、はい、先輩で住岡警部っていうのがいたんだけど、はい、その人が前回のガス入れで、はい、腹筋ローラーを試すために使ったんだよ。はい、でも今では腹筋ローラーの虜よくあることなんだけどな。デカがその場のブツ、はい、押収したブツをな使っちまって、ミイラ取りがミイラにみたいな、うん、健康警察も辞めさせられるっていうのがあるんだけど、はい、俺が尊敬する先輩だった。はい、その人の胸を晴らすためにも、はい、今日はこいつ豚箱にぶち込む。ちなみに刑事さんは今日の晩ご飯はやっぱ健康的じゃないもの食べたんですか？今日か。はい、バーガーキング。さすがです。マガキングのポテトだけ。さすがです。足りひんやろ普通に。じゃあ行くか。はい、健康警察だ、開けろ開けろ、健康警察だ、直ちに投げなさい。おい、健康警察、開けるぞ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 、健康警察だ。健康警察だ。なんでいつも開ける直前に開けようとしてたよ今俺。動くな、ね、その場から。え、お前何やねん、何回目やねん。何回目なんだ、こっちのセリフだぞ。こっちのセリフだろ絶対。これはシリーズものなんだ。寝てるよ。でも今日もお前が健康だっていう風にそのタレコミが入ってるから、お前のブーピンを押収して豚箱、はい、ぶち込んでやるから。見てんな、覚悟しとけよ。で怒られるの、これ。お願いします。はいはい、もう、はい、もういい、もういい、もういいよ。これは陽明酒。いいだろ、陽明酒。どういうこと？なんだ、陽明酒。体に陽明酒持ってる成人男性見たことないから。また20代で陽明酒飲んでない。見たことないから。いるやろ。ね、お前なんでこれ持ってんの？何のため？いや、需要競争のやつやから。ああ。うん。いや、それで飲んで。どうなんの？元気になる。一回陽明酒、じゃあちょっとそのまま試しに飲んでみる今。え？これでいきますわ、じゃあ。ああ。どうだ？いや、うん、体に良さそうです。今飲んだな。あ、はい、今飲んだな。はい、2時32分、逮捕。ダメなんじゃない？健康犯逮捕。逮捕だ、逮捕だ。やらせるのダメなんじゃない？お前も飲んだな。いや、違う、飲んだな。法律的にアウトやろ。置き換えた時に言われたとはいえ、やったな。いや、ダメだよ。刑事がそんなんしちゃう。騙されたな。あるだろ、あれ、明らかにここみんな止まれないなみたいな、止まれの標識があるところ、うん、その標識を改善するとか、その手前で立ってるとかじゃなくて奥で警察が見てる時あるだろ、うん、あれと一緒だ。よくないよ。あれよくないんだから。お前もう、はい、健康手錠な。健康手錠、健康手錠、健康手錠。こっちの協力いるんだよ毎回。はい、お前よく喋るな、3回目になると。お互い様だろ。お互い様だろ。なれたもんか。おめえもだろ。全員そうだ。何ですかこれ。なんだこれは。これってエッチの器具か。エッチの器具なら、モザイクかけてください。モザイクがいる。エッチの器具なら許してやるよ。違う違う、なんだこれ。なんだ、一回外して健康手順。ややこしい。これ何、なんだこれ。パオ。おい、なんて言った今。コパオ。コパオです。どこの言葉だ。パオです。ハワイの言葉で威嚇するな。ハワイの悪口を言ったな今。違います違います、このパオ野郎みたいなことか。はい。どうやって使うの？今の普通に。パオ専用のやつかそれ。コパオ専用のやつ。パオ専用のやつ。パオ専用カトリッジ。え？帰る？飛んで帰る？お疲れ、お疲れ、お疲れ。あ
今日も飛んで帰った。2時35分逮捕。やったな。やったな。おい、こいつ飛んで逃げる気や。お前もひょっとしてこの企画の途中も健康になろうとしてるの。これを利用して。この途中までも。これを利用もやめろ、お前。おい、取れ。これ利用して健康なのとすんな、お前。このちょっとの間でもやっちゃえじゃないから。次どれですか。おい、ちょっとの間でもやろうとすんな。こいつもなったもんだな。健康警察の火災で。なんすか。連れて行くなら、連れて行ってくださいよ。ぶち込んでくださいよ。おんこ、白が作ってるの、何でしょ。すごい、いつも。もうちょっとこいつの健康玉1個、めちゃくちゃ不健康にするか。化粧水、オリーブオイルに変えていいか。最悪アリス。オリーブオイルだ。あ、化粧水、あ、オリーブオイルだ。オリーブオイルは逆に健康なんや。オリーブオイルだな。もう俺の分からん、俺最悪アリス。俺の理解を超えた健康が。もういいよ、お前。もういいよ、お前。もういいよ、お前。黙れ、お前。はい。はい、2時35分逮捕。逮捕だ。健康警察は、今日も明日も健康な人間を取り締まっていく。健康警察がいる限り、この世の健康は絶対に許さない。え、なんすか、もう終わりっすか。全然ありますけど。なんだこいつ、本当にこいつを回を追うごとに凶暴性が増していってる。どういうことですか、この事件。どういうことですか、一体誰が悪いですか。まあまあ、すいません。俺だ。俺が悪いんだ。一番ノリノリや。被害者の気持ちを考えろ。誰だよそいつ。誰に目をかけたんだよ。被害者って誰だよ。恥ずかしくないのか、こんなことをして。おめえらだよ。おめえらで恥ずかしいのなんだよ。目取ってんだよ。本当に悪いやつの不法になってきた。ちげえよ、おら。怖っ。まあ、というふうにね。最初なかったよな。初回なかったよね、これ。途中からできたけど。というふうに、はい、まあ、マイク、教材用の、はい、まあ、今回のビデオなんですけど、そうですね。ご協力いただいた竹内さんです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。で、僕は刑事役の吉野です。はい、ありがとうございました。刑事役の、ないけどね、本当のやつでも、その、本当の教材のやつにもこんなメイキングみたいな、ないけどね。どっちにもないよ。俺がついてるぜ。NGC よ。皆さんはまあまあこんな風なね、健康者になって健康警察に捕まらないように、今あった器具などはね、はい、まあ、今あった器具などは専門家の知識のもとで、あの健康にならないように使ってるんですね。はい、不健康の上で扱っております。不健康の上で私たちやっております。はい、変な注意書き。なので、あの本当に皆さんは健康には気をつけてください。どっちの意味やね。じゃあ今回の、あの健康警察。やめとく。やめとくも。何階建てですか。5階建て。ありがとうございます。今日は終わったらみんなでなんか。焼肉でも行きますか。いいですね、行っちゃいますか。